CGS をご覧の皆様、こんにちは。神谷宗平です。本日もじっくり学ぼう日本近現代史現代編、倉山充先生と共にお送りしていきたいと思います。倉山先生、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。第3週の第3話となりました。金森徳次郎、国体を守るための戦いということで本日お送りしていきたいと思います、うん、はい、もう金森徳次郎先生といえば、はい、もう日本国憲法の父って言われるようなですね、はいはい、もう素晴らしい今の日本国憲法を作られた第2代憲法担当大臣ですね、はい、初代憲法担当大臣の松本丈司のような、所詮明治憲法の焼き直しに過ぎなかったものを作った人とは違うんです。あー、なんかテンションがおかしい。いや、今回も行くんですか、それで。行きます。はい、お付き合いします、はいはい、復習ですけれども、苦悩する日本政府ということで、一度はですね、松本丈司案作っておりましたが、スクープされてしまって、はい、それがやっぱり GHQ 認められなかったということで、うん、マッカーサー三原則に基づいて作った、まあ、落書きのようなというふうに先生おっしゃってましたけれども、まあひどい、うん、それに基づいて作った草案が、21年の3月6日に出てくるということですね、うん。で、その以後日本政府が自分たちで出したんだから、 GHQ は公然と憲法問題にも介入してくるということです、はい。そして、4月1日、その憲法案を、まあ、あまり主要なテーマにはならなかったけれども掲げて選挙して、鳩山一郎が勝つが、うん、選挙終了後に公職追放になってしまうと、うん、で1ヶ月の混乱の後、吉田茂が首相になり、うん、翌月に憲法改正草案として提出されたんだという経緯を、うん、先週前回までやってまいりました、はい、うん、この時の鳩山一郎は正しかった、はい、人生で2回しか正しいこと言ってないと思いますが、そのうちの1回目ですもう1回はどこなんですか。自衛のための侵略は自衛なのだ、はい、これ石破幹事長が小泉内閣の防衛庁長官の時に確認してるっていうですね、はい、うん、だから敵基地を攻撃してもいいなと、はい、こっちがミサイルで撃たれることが分かっているのに先に手を出しちゃいけないなんていう、座して死を待つなどということはないのでありますと。現行憲法下でも本当に危険があると分かってたんだったら、先に敵基地を攻撃することがは構わないというですね、人生で2回だけ正しいこと言ってますねそのうちの1回ですか。これは批判しちゃいけません、はい、なるほど、はい、ということでございます。はい、で、今日のタイトルにもなっている金森徳次郎さん、こんな方ということですね、うん、そうですね、まあ、国会図書館の初代館長として有名な人ですね、うん、はい、真理が我らを自由にする、あ、そういう名言があるんですか。国会図書館に行くと書いてますね、彫ってますね、うん、なるほど。そして、改正の審議が、会見の審議がされていく、これ先生持たれますか。あ、はいはい、会見の審議ですね、うん、ね、はい、これは帝国憲法の改正手続きに従って、やってます、はい、内閣、天皇が内閣の発出によって発議すると、はい、発議すると。でそれで、まあ、衆議院に提出するんですけれども、まあ、日本人がやりたいって言ったんだからねみたいなことで、まあ、翻訳を毎日GS 中に届けて、はい、でちょっとここからやばいんで議事録取るのやめてみたいなことがあったらしいですね。うん、監視下での審議なんですね。ねえ、はい、うん、随分な自由で民主的な、ね、議論ですね、はい、はい、で2ヶ月後の8月24日衆議院で可決されると、うん、で10月6日には、貴族院で多少修正して、はい、ちなみに衆議院の方でも与党が言いにくいことは政府が言いにくいことは与党の自由党が言い出すみたいなことはあるんですね、はい、うん、でそういう貴族院でも本当のお家族様は黙ってて、学者出身の佐々木総一京大教授であるとか、はい、宮沢俊夫氏東大教授とかなんかは積極的に議論してるっていうですね、はい、まあ、この辺は検証いろいろあれなんですが、まあ、実質的には GSQ の意向で決まってます、はい。でその修正案が翌日衆議院で可決、はい、で枢密院で可決されて天皇の裁可を受けると。で11月3日に公布がされている。誰ですか、ゴミの日なんて言ったのは5月3日施行と、はい、いうことですね、うん、まあ、吉田茂っていうのは結構ね法律とか難しいことは分かんないんで、うん、11月3日だったら半年後の施行だったらね、11月3日はね明治節だなとか、はい、そんなことばっかり考えてですね、うん、ゴミの日って多分吉田の考えたダジャレだと推測してるんですが、証拠はありませんまあでも一応その審議のプロセスには載ってるというのが左派の人たちの言う
で左派の人たちはわけわかんないのは、はい、帝国憲法の改正手続きに載ったのは仮の手続きなんだ、はい、何言ってるかわかんないですけど、うん、ちょっとあのいつも あの今週ずっとやってた鬱陶しい演技もできないほどわけわかんないなんで仮なんだろうみたいな、はい、まあ、改正の限界があるんだ、天皇主権を国民主権に変えるなんてことは帝国憲法ではできないはずだみたいな、もういいですみたいな、うん、もういいやみたいな、まあ今に至るところの話、はい、であの重要なところが次、まあこの衆議院でどういう議論があったかっていうところ、はいはい、自衛権論争ですね、うん、はい、ね、あの自衛権を放棄する憲法など主権国家としてあり得るのか、はい、それに対して全ての侵略は自衛の名のもとに行われました、だから全ての戦争を放棄しますって、これ主語と目的語ね、普通の人逆に思うかもしれないですけど、はい、自衛戦争を放棄するなんて国家じゃねえって言ってるのが日本共産党、はい、それに対して自衛権も放棄しなきゃ戦争放置じゃないって言ったのが麻生太郎さんのおじいさんでちなみにこれ吉田さんを弁護しておくとマッカーサーノートの通り言ってますからね、うん、今これは失言として扱われてます、はい、うん、朝鮮戦争起きてこんなこと言ってたんじゃ、はい、あの対応できないんで あの時の答弁何なんだって言われてあれは失言です、うん、勝手に失言にすんだよみたいな、はい、閣議決定までしてんですけどこの答弁了解かな、うん、この徳田さんは共産党ではどういう扱いなんですか今、そんな人はその歴史上最初から存在しなかったことになってますとなりますよね、うん、特急さんって言われてね、はい、あちなみに宮本健一と派閥構成って負けて、はい、中国で客死したっていうですね、はい、で最後は中国に行くんですね中国に行ったんですね、はい、うん、ちなみにあの宮本徳田論争っていうのはですね、はい、なんかあのお互い言ってることは反対言ってるうちに言ってることが入れ替わってるみたいななるほど、徳田九一は俺は獄中18年っていうのが口癖だったっていう、はい、うん、だから18年も昭和2年から20年まであの刑務所入ってるんで、はい、でそれであの世間の事情分かんないですね、はい、だからすごい結構ずれたこと言いまくってて、はい、実は思いっきり帝国憲法に擁護じゃねえかみたいな、うんうん、なるほど、であの徳田九一さんの方が、府中かどっか東京にいたのかな、はい、で宮本賢治は網走の方に刑務所にいて、はい、でやっぱりあの徳田さんの方があの戦前だと主流なんだけれども、はい、宮本共産党としてはですねこんなことは歴史上最初からなかったことをしたいと、はい、徳田九一と志賀義雄っていうのは日本共産党タブ中のタブですが、はい、いいんでしょうか神谷さん、でもこれは事実ですからね、うん、事実ですよ、結構僕本で何回か読んだことあります、うん、はい、まあ、普通に教科書も書いてある話ですからね、はい、そこまであの共産党の歴史をつまびらかに彼らが隠したい歴史をね、はい、言っちゃいましたそういう趣味なんです私はい、人の嫌がる格好を永久に言うのがね大好きなんです、あんたが大将なんだからとはい受けすぎですはい、国体は変更したのかということで、うん、あ、はいはい、だここに吉田茂答弁で言ってることは五箇条の御誓文に従ってこの憲法を制定したと、はい、で民主化とかあの民主政治とか、ね、占領軍は求めてきてて、でこの時民主化っていうのはほとんど錦の御旗みたいになって、はい、何やるにしてもこれは民主的だ民主化だって言えば統領の時代だったんですね、はい、でそれに対して吉田首相はあの民主化とか民主政治というものはあの元々日本にあったものだって、それをあの言葉は変わってるかもしれないけれども形は変わらないんだというふうに言ってると、はい、別にアメリカに民主主義を教えてもらったわけじゃないと、はい、その辺はしっかりと言っていると、うんね、この御誓文の精神、それが日本国の国体であります、うん、いいですね、であり民主化とかなんだって言われたって、あくまでポツダム宣言ですら民主的傾向の復活強化なわけであって、はい、戦前に存在した憲政の浄土の復活だと、はい、うん、吉田さんこの時本当に憲政の浄土を守ってギアしてますからね、この後、うん、選挙で負けて、はい、うん、あの選挙を負けても多数派工作で政権にしがみつこうってやんなかった人ですからね、うん、一派ですね、うん、そこは、はい、でもう一つ、はい、こちらね、スマ K じゃなかった、はい、あの憲法はまだかって NHK ドラマでスマ K さんも演じてて です、ね、すごい落語家みたいな演技してるんですけど、はい、まあそれはさておき、はい、であの結局天皇主権から国民主権になったんで革命だみたいなことを今の東大憲法学で教えてるんですよ、どこにも帝国憲法に天皇主権なんて書いてないんですよ、はい、もういきなりもういくつ嘘を重ねてんですかみたいな話 で、うん、でまあ、ただあの帝国憲法の手続きに従ったとはいえあの帝国憲法と全く違った得体の知れない憲法になっていると、
いうことは間違いないと、はい、で結局憲法論議っていうのは東京裁判と同じく総力戦の一環なんですよね。占領軍が日本の総力を潰そうとする、相手の国家そのものを潰そうとする、国体を潰そうとする。だから憲法論議っていうのはもう総力戦のもう総力抵抗なんですよ、はい、総力戦研究所というところが戦時中あって、総力戦っていうのは占領からが本番だというふうに言ってますけど、憲法論議はまさに本番で、うん、この金森徳次郎さんであるとか、あるいは松本丈司さんなんていうのはその意識がある、はい、明確に、うん、憲法論議が戦争だっていうのはそういうことなんですね。でそれで全然違う形の憲法になってしまった、はい、で厳密に解釈すれば帝国憲法の1条から4条までは絶対変えられないはずのものなのに全面改正みたいになってしまった、国体変更されたじゃないかみたいなことを言われて、金森さんがまあ俗に言う憧れ論ってやつですね、天皇は国民の憧れだみたいな、そこだけ取り出して、はい、憧れ何それみたいなことを揶揄するのが常なんですけれども、ここで金森さんが言ってるのは君民共治の憲法であると、はい、皇室と国民の絆、これこそが憲法であると。皇室が国民を見捨てることもない、国民が皇室を見捨てたらそれは終わりだという、まあ、正当な解釈にのっとって答弁してるんですね、はい、でそれでもなんか憲法変わってるんだから全然違うじゃないかみたいな追及する若手がいるわけですよ、はい、でそれに対して、まあ、根本におきまして国体は変わらないと。例えばこれを例えるならば、水は流れても川は流れないのでありますと、うん、でそこでヤジが飛んで、お前二刀流使ってんじゃねえかみたいなこと言われて、名人の刀は二刀であっても一刀であっても二刀のごとく見えるのでございます国会答弁ですか、はい、いや私は第三代憲法担当大臣目指してるんですけど、ね、ここまでねトンチ効かないんだよね私すごいですね、うん、はい、即興で言えるっていうのはすごいでしょ。すごいですね。だから1回の質問で答弁2時間半とかですね、はい、もう聞いてる方がげんなりするぐらいにひたすら1回の質問で答えちゃうみたいな。でまあ結果的に帝国憲法の手続きに従って衆議院貴族院枢密院と通っちゃうわけですよ、はい、貴族院で土砂降りの雨が降ったわけだ、はい、そして最後の枢密院議長の話ですね、はい、清水徹博士、はい、なんと帝国憲法に遵守しちゃうんだ、はい、だからもう民主化とか言いながら皇室をないがしろにするような日本人が増えてしまったと、ね、このお方清水博士、うん、まあ、ある意味で美濃部以上に帝国憲法の権威で、はい、国体名帳運動で美濃部説が教科書として使われなくなるっていう話あるんですけど、それで別に上杉説が通説になったわけではなくて、天皇は神だ天皇神聖だとか言いながら官僚支配を正当化するだけで何言ってるか分かんないんで、上杉説なんて陸海軍 の憲法か あまりよく分かってない人たちしか使わないですね、はい、じゃあ官僚たちは誰の本を教科書にやってるかっていうと、美濃部説の通説の時から清水さん、はい、公務員試験に受かりたかったら清水さんっていうぐらい影響力あるし、うん、政府が憲法問題で例えば田中義一内閣でなんかいきなり陛下の勅命出して野党を黙らせようとしたとか、あるいは関東軍の行動が憲法違反だって清水院で怒られたぞみたいな時の解釈はこの全部清水さんに持ってきて収集するぐらいすごい、この人の言うことは政府の解釈ですみたいな影響力があった人が最後の清水院議長で、もうこんな状況には耐えられないと言って、まあ、中国の蘇という国が亡国の時に屈原という人がこんなの見てられないって言って身をベキラの淵に身を投げた、孤人習って熱海で投身自決ですね。226の時の青年将校のベキラの淵に身を、波騒ぎのベキラですね、うんうん、っていう人もいらっしゃったと。で帝国憲法に本当に物理的に遵守した唯一の方ですね。で金森さんっていうのは、まあ、占領軍の落書きをなんとか今の条文のように、はい、イガグリの鳥を抜くような作業って言われますけどね、うん、にした人ですね、はい、まあこの二人はしっかり覚えておかないといけないと。松本博士もそうですね、はい、美濃部さんも何言ってたか、はい、言い出したらきりないですけどね、うん、さて謎がありましたよね、はい、結局今回の主題は押し付けの真相ですからね、はい、なんで今までマッカーサーは猫撫で声だったりとか、はい、泣き落としだったのか、はい、その真相がいよいよ、はい、憲法を押し付けると
国際法違反なんですということですね。そうなんです、はい、だからハーグ陸戦放棄で、はい、あの今のイラクとかアフガンみたいな もう無法状態じゃない限り、あの占領地の法律ましては憲法なんてものは変えちゃいけないっていう風になっていて、これはハーグ陸戦放棄に書いてあるかどうかの問題じゃなくて、それこそ日本国憲法の用語で言うと確立された 国際放棄、すでに慣習として確立されてて、これ破ったら文明国じゃないよっていうもんなんで文字にしたものなんです、はい、うん、だから破っちゃいけないんで、もう占領軍のやってることっていうのは 100% 国際法違反です。護憲派でこの点を正当化した人は、できた人はいません、うん、だからマックは日本政府が自ら言い出したんだという提訴は必死になって取ってたんです、うん、で実際にマッカーサーが占領地で何やってんだ、本国の目の届かないところで何やってんだってなると、お前のせいでソ連と喧嘩するわけいかねえんだよ、はい、っていうことで、あのマッカーサーはクビになって大統領になれないかもしれない、うん、みたいな根性もマックにはあったわけです。でも本当にマッカーサー自身も東京裁判とかあの憲法押し付けっていうのは正当化できないというふうに思ってる、はい、ところが、ところがいよいよ最後の謎、裏切り者は誰だ、はい、宮沢俊雄氏だけじゃないんですね、あと2人いる、はい、はい、まあ、なんか読みたくないですよねまあ宮沢さんは、私は8月15日に革命が起きたと思っているんですよ、私は誇りを持って平和憲法と名付けたい、で清水さんの本とか、あるいは美濃部さんの本読むと、あの公務員試験に受かるっていうのから、この宮沢の言ってることがあの公務員試験の教科書になってるわけですね、うん、だんだん腹立ってたきたんで演技できなくなってたんですけどはいで横田喜三郎っていうのは、はい、世界で最初に東京裁判正しいって言ったやつですから、ね、これは強調しとかなきゃいけないんで、裏じゃなくて表で言いますけど、うん、で天皇制なんかさっさと廃止しやがれ、で竹槍より強い武器は戦力だとかわけが分かんないこと言った、はい、藤田伝って日本マクドナルドの社長で、すごい売国で呼ばわりされてた人いるじゃないですか。で藤田伝っていうのは、あの占領軍から金巻き合えてやれって根性の人だったらしいですね、はい、だからなんでその商売の道に走ったかっていうと、横田喜三郎があの国際法の権威として、戦前からして満州事変は侵略だって聞かれもしないの言ってた人なんですよ、はい、で東京裁判の時にもう、マッカーサーが困っている時に、これは文明の裁きなんだとか言い出して、で天皇制をさっさと廃止すべきだって言って、最高裁長官まで上り詰める。あ、これ最高裁長官やってたんですか、はいはい、よりによって岸さんの時、へで池田内閣の時がずっと、はい、あの最高裁長官期に当たるんですけど、はい、で勲章もらえるじゃないですか、そこまでいくと、はいはい、そしたらこの時に書いた本全部古本屋まで含めて回収してもらった。あ、天皇制は廃止すべきだと書いた本ですか。あ、まあ、勲章は天皇陛下がいただくわけですからね、はい、だからダルコロで書いたその竹槍より強い戦力は、はい、強い武器は戦力だとか言ったんで、頭がいい東大生は呆れてたとか、あの宮中ですごい一番みっともないこと言うのは、あの天皇あの普段いろんなこと綺麗事言って泣きながらみたいな人っていうのはこの横田と、うん、で丸山正夫、はい、この人なんかね、錯乱してますよね。日本は無責任で独裁者がいなかったからあんなになったんだと、でナチスのようなファシズムなんですどっちなんだ何言ってんのお前ピオちゃん何言ってんのっていろんな意味で言いたいですよでももう丸山さんだったら僕でも知ってるぐらいやっぱりね、うん、言論人と、うん、戦後のね、うん、いうことで名前が通ってますもんね。私東大批判やって、あの全然怖くないの、頭がいい東大生、東大教授がバカだって知ってんね、うん、だ突然変異が出やすい大学ではありますよ、はい、だ吉野作造とか美濃部辰吉とか、まあ、清水さんも東大ですしね、はい、うん、金森さんも東大ですし、ね、はい、それは優秀な人が一番出やすい大学ではあるっていう点は公平に言っときますよ、はい、今現代でもそうですし、うん、でもこういうやつらが大学に残っちゃうんですね、一番偉いところに、うん、でこの人たちの教科書通り書かないと公務員試験受からないですからね、はい、司法試験も受からないしね、うん、まあ、今でも宮沢さんの、まあ、でお弟子さんの書いた本がバイブルですから ね司法試験の、うん、はい、で宮沢が、まあ、マッカーサーがキリストで宮沢がペテロで、足部がパウロだって言ったキリスト教徒の人に怒られますけどまあそういうことなんですよ、はい、関係で言うと、うんうん、ということで今でもその体制は続いていますということですね、うん、はい、だからパウロの権威がものすごく強まってキリスト教がこれだけ影響力持ってる、それと例えちゃすごい失礼ですけど、はい、まあ東大憲法学は全く同じことやってる、
からでっち上げてるんですよ宮沢芦部が。マッカーサー憲法っていう、はい、マッカーサー自身がこれ作ってしまったら大変って言ってますからね。はい、うん、ということで今週の、うん、まあまとめということになります。だから結局押し付けじゃないっていう面も実際にあって、はい、で最後のオチは押しいただいて裏切り者がいる、うん、でその人たちの影響力裏バージョンで怖い話いっぱいしようはい、そして次週公職追放と言論弾圧日本民主化という毅然というテーマでお送りしていきたい、うん、占領期じっくりやろうって言ったから、はい、すごい過激なタイトルしかつかないっていう、ね、うん、いやでもこれは絶対ちゃんとやるべきだと思います、うん、はい、いろいろクレームがあったとしてもですねきちっとやるべきだと私は思いますので、はい、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。